が聖族さんが送ってくれた報告書か。どれどれ。将軍、カンパニーを説得しろなんて本当に難題を出してくれたな。いや、試練まではいかないかな。分岐軍は戦術を学んだり武芸を極めたりするだけじゃなく、外交紛争を解決したりすることもあるから。ただ言葉を使った交流はどうしても戦場での武器を使った交流より難しくて、特にカンパニーの人たちはいつもあの手この手を使ってくるから本当に大変なんだ。悩むのは一旦置いておいて、とりあえずみんなを旅館に案内するね。演武典礼に海燕将軍が参加してくれるのはラフとしても光栄なことだ。しかしただの演武典礼に主命と妖精の将軍二人が同時に来たことを考えると、単に典礼を見ることだけが目的ではないのだろう。海燕将軍、今回の来訪は元帥からの命令があったからでは。軽減、考えすぎだ。言っただろう、今回は運理に世間を見せに来ただけで、わしはラフの状況に口出しするつもりはない。あの妖精の将軍が何をしようとしているのかについてもわしは何も知らんのだ。覚えているか、お前さんが就任したばかりの頃、帝宮の天将の戦場はラフの外だけにあるわけではないと言ったことを。戦場に出て敵を撃ち、内部のいざこざを解決する。将軍という名に課せられた重さはその事業をはるかに上回るものだ。あれから随分経ったが、お前さんはよくやっている。だが先週人にとって長く生きすぎるというのは一種の呪いだ。人生で犯した過ちは常に闇の中で虎視眈々とこちらを狙っている。そしていつの日かこちらに追いつき飲み込もうとしてくるのだ。ラフで起こったことについて元帥は全て知っている。そして妖精の天劇将軍は、あやつはお前さんに用があってきたのだろうな。だがどうもおかしいな。なぜ彼女はこの場にいないんだ。妖精の天劇将軍は雷のように動き回り先手を取ると言われているのに、遅刻するとはあやつらしくない。海燕将軍、それは違います。我らが将軍はすでに到着していますよ。ただお二人も知っての通り、彼女は束縛を好まない性格なので。セーサーを降りてすぐに用があるから止めるなと言ってどこかに行ってしまったんだ。君たちが先週妖精の使者か。天劇将軍の幕僚、昇丘とモゼと申します。お二人にお会いできて光栄です。面白い、客人が直接主人を訪ねるのではなく人を使わしてくるとは。一体何を考えとるんだ。あやつが言っていた用途はここに来る以上に大切なことなのか。言ってみろ。ラフの林園郷に素晴らしい機関が増えたと聞いたので、その景色を見に行ったのでしょう。機関か。わしが通訳してやろう。軽減、こやつお前さんに嫌味を言ってるぞ。海燕将軍ご冗談を。僕は事実を伝えただけにすぎません。
将軍はお二人をお待たせするのは良くないと考え、先に僕たちを派遣したのです。十分景色を楽しんだら将軍もこちらに来てお二人に謝罪することでしょう。返してもらうの忘れてた。ううん、大丈夫。使命の人ならすぐにラフを離れることはないだろうし、また次会った時に返してもらうのでも遅くはないから。そういえば僕の気のせいかもしれないけど、今日の将軍ってなんかちょっとかしこまってる感じしなかった？海炎将軍が来てるからかな。かしこまってる？そう？じゃあ僕の考えすぎかもしれないね。いや、考えすぎではない。四神宮に入って俺は主命からの使者が主命の将軍本人であることに気がついた。ならおそらく妖精からの使者も天劇将軍本人なのだろう。絶対そうだよ。それがこの件の奇妙な点だな。一体何がおかしいの？その人たちだって列車組みたいに将軍からの招待を受けてきたんでしょ？演武典礼はただの祭りに過ぎない。他の選手彼らは責任を問う。単数の反乱も剣木ラフが長い間を。そういった疑念の日は将軍が俺たち、主命が人を張った炭鉱先生の話。将軍は今きつそんな風に思う。あれ、うち美月さんの言うと、でもすごく悩んで。それは安心して、大口なんか叩いてな。分かった。